で子供が100年いれば100年ともね、いいとこと悪いところがある、はい、悪いところをね直そうと思ったらね帰ってダメ。ああ、なるほど、そういうもんですか。そのいいところを見つけてね、そのいいところを伸ばしてよ。そうすると悪いところどっか行っちゃう。ああ、なるほど、はい、それが教育です。字を教える、数学を教えるっていうのはそれも教育かもしれないけれども、それよりも精神的にですね、人の嫌がることをしない、それと負けるな、相手が、俺がこういうふうにしたら相手がどういう気持ちになる、ね、もし自分が失敗